自民党、石破総裁誕生後の経済の動きですが、日経平均株価は大きく下落しました。その原因や、今後の見通しについて、日本テレビ経済部、日銀、金融担当キャップの渡辺翔記者が解説します。鈴江奈キャスター。まず一つ目の疑問です。石破さんが総裁になった後の株価の大幅下落、石破ショックとも呼ばれているようですが、 なぜここまでで急落ししたのでしょうか経済部日銀金融担当キャップ渡辺翔記者自民党総裁選の結果を受けて翌日翌営業日の株価がどうなっていたか2000年以降の約25年分を調べてみましたが今回の下落幅の1910円が最も大きな下げ幅でしたただ実は石破さんが勝ったからというよりも決選投票まで争った 高市さんが負けたからという影響の側面の方が大きいと言われています。というのも、高市さんは総裁選で経済や消費を活性化させるために金利を低いままに抑える金融緩和の継続を訴えていました。金利が低いままだと円安になるので大企業を中心に株価も上がりやすくなります。しかも高市さんは総裁選中、日本テレビの党員調査でも 上昇傾向を示すなど上り調子でしたそのため市場では高市氏が勝利すると予想する投資からの動きで先週のうちに円安株高が進んでいたのです渡辺キャップ先週後半からの株価の動きを見ると総裁選の前日当日に大きく上がっています27日の日経平均株価終値は4万円直前まで上昇しましたが 取引が終わった午後3時というのは決選投票の前1回目の投票で高市氏が1位となった後、決選投票の結果が判明する直前というタイミングでしたまさに高市氏の期待が最高潮に達したところで取引時間が終了してしまったんです週明けの30日になって高市氏が負けたことに失望した投資家から株を売る動きが一気に出てきた というわけなんです。ただ、グラフで見ても、高市市への期待で先週後半から上がった分と、大体同じ分だけ、株価が下がったのがわかります。鈴江キャスター、ただ逆に言えば、石橋の政策は、市場にとって株価にプラスだとは捉えられていない、ということですか渡辺キャップ、そうですね。まさに30日は、そうした懸念が出た日と言えると思います。 渡辺キャップ、例えば石破氏は総裁選中に株式投資で得た利益などに課税する金融所得課税の強化に言及していましたそれから石破氏がこれまで財政の健全化を重視したり日本銀行が今後金利を上げていくのを容認する姿勢を見せていたりしたことある市場関係者はこうした政策や姿勢が市場に投資意欲に水を差すのではないか 株式市場にプラスにならないのではないかと受け止められ、警戒感を持たれていると分析していました。鈴江キャスター。そうなると気になるのが二つ目の疑問です。石破新政権は10月1日に誕生しますが、株価の下落は今後も続くのでしょうか 渡辺キャさまざまな市場関係者に取材してみると大幅な株価の下落は一時的なものだという見方が強いですこれにはいくつか理由がありますが一つは今回の株価下落は高市さんの影響の方が大きいと見られていることそしてもう一つは石橋自身が市場が警戒している石橋の財政金融政策について金融の緩和傾向は なお維持していかななななければならないなどと週末に述べて消し、を図っていることもありますさらに、石破氏は、10月27日投開票の日程で、衆議院総選挙を行う意向を表明しましたが、そうなると、石破政権が本格的に政策を進めていくのは選挙後ということになるので、そこまでは市場も様子見になるのではないか、そのような分析が、市場関係者からは出ています。 以下は、ネット上のの意見をまとめたものです。ごく短期的な視点で言えば積極的な財政政策と緩和的な金融緩和策の継続が重要であると強調する高市氏の方が株式市場に好感されると思います実際先週後半は高市政権の誕生を見込む高市トレードが盛り上がり株価は大きく上昇しました一方 石破氏は財政規律を重視する構えを以前から示していたほか金融政策についても緩和は節度を持ってという姿勢でしたので株式市場参加者は警戒していましたもっとも石破氏は総裁選に勝利後岸田政権の経済政策を引き継ぐと強調し金融政策についても緩和が適切であると繰り返しています中長期的に見れば、 石破氏の経済政策は株式市場にとって必ずしもネガティブではありませんしたがって本日の株価下落は基本的に公衆トレードの反動によるところが大きいと思います高市小泉は叩いて石破擁護刷新艦内し外国首脳と移る姿が一番絵にならない自衛官 OB が石破は防衛を理解しておらず 過去最悪の大臣と評して、拉致家族会は、石破の裏切りを許さず石破総理は絶望しかないと言っている。良くなる要素がありません。石破さんはバリバリの緊縮財政派、増税派ですからね。これから、金利も上がるし、金融増税も上がる、法人税も上げる。結局、日本は、他の先進国並みに、経済成長しないまま、石破政権によって、 ブレーキがかけられることになりました。今やるべきは所得を増やすことと成長への投資だろうに、そんなに財政規律のことしか頭にないんでしょうか？早期解散はしないと言っておきながら、1ヶ月で解散総選挙イメージだけで投票した人はすぐに後悔することになると思います。私は直接投資はしないが、年金などで。 間接的に株高の恩恵を受けていることはわかる。しかし、日経平均株価が過去最高になることと、国民生活の感覚が乖離しているとは思う。私は、比較すべきではないことを比較しているのかもしれない。しかし、企業が製造や販売、国内需要などで儲かっているのだろうか。政府の財政は、企業を好調。 労働者の所得向上によって潤っているのだろうか大企業の株高は良いことだがその代わりに負の面もありはしないだろうかかつての高度成長期には経済成長の恩恵を庶民も実感できた今は何か違う気がして株高を素直に喜べないこの戦いは事実上の石破さん VS 麻生さんだったと思います この勝負に勝った石破政権を応援してみようと思います。株価など一喜一憂に過ぎず、経済は常に動いてる生き物だから、今後の活躍に期待ですね。高市さんも良かったですが、極めて日本ファーストなところが危なっかしすぎるというか、でも石破さんでもダメなら次は高市さんでしょうね。健康に気をつけて我が道を進んでほしいです。良くなるといいですね日本。 高市さんが言うのは金融緩和だけでない。財政出金もだよ。菅視さん、岸田さん、そして今回の石破さんと緊縮財政、増税を訴える財務省の言いなりになる政治家が多い中で、高市さんは珍しく財政出金を訴えていた。立憲も増税、緊縮財政派の野田さんだし、増税、緊縮財政派が再び政権を取るということで、株価は下落に動いたわけですね。 マーケットは正直です。今後も日本の経済は厳しくなる方向だと思われます一般人は長期投資積み立てが多いと思いますがこの目先の事実にとらわれず長い目で見て日本全体だったり投資先の企業が成長していくと思うならそのまま続けていけばいいだけですただ私はそう思えなかったのでポートフォリオのほとんどは米国株です 円高で目減りしているものの、長期的にはドルベースでしっかり上げていくと思っています。